気軽にクッキングのコーナーです。今回はニューヨークで日本の繊細なセンスが盛り込まれたイタリアンが味わえます、バスタパスタの三岡シェフにお願いしたいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。今日はですね、エビと、シアントロ、パクチーです、ね、シアントロ、パクチー、はいはい、それとフレッシュトマト、あとハバネロといって辛い唐辛子を使ったパスタを作りたいと思います。わかりました、はい、よろしくお願いします。材料をご紹介します。1人分です。スパゲッティ2分の1ポンド、エビが4尾、プラムトマト1個、赤玉ねぎが4分の1個、ニンニク1かけ、ハバネロとパセリが少々、そして仕上げにシラントロが適量、レモンまたはライムの皮が少々です。調味料です。オリーブオイル少々、アサリの茹で汁が4分の1カップ、塩コショウ少々です。それではパスタを茹でていきたいと思いますけれども、はい、まずは沸騰したお湯に塩ですね。これは1リットルに対して 1%、舐めてみるときには海の水と同じような具合だということですね。はい、はい、分かりました。ちょっと待ってください、いつも普通だともっと深いの鍋使いませんか？そうですね、大体深いの使いますけど、こ浅いので、ご家庭だとこう深いのがなかったりすると、はいはい、こういうやつでもできますよっていうことで、パスタありますね、はい、パスタありますね。ちょっとひねります。ひねる、はいはい、ひねって置きます、はい、置きます、真ん中に押していきます。押す、はい、で、このままずーってですね。なるほど、折らないまでもそうギュッと押して、そう入っちゃうんだ。入っちゃったあれ、そうするとこうエリン出たところが焦げたりしないっていう、はい、あ、もうちょっとひねるとこう広がりやすくなって、そうです、でグッと押せば、真ん中なるほど、クリア、勉強になりました。皆さんもうすっかり中で、すっかり中でもう泳いでますよ。7分ほど茹でますが、その間にソースを作ります。はい、お願いします。こちらパクチー、パクチー、はい、はい、シアントロってアメリカでは書いてありますね。アメリカではシアントロって言うんですか。シアントロ、はい、パクチーのことですね、はい、そうです。あ、ちょっといろいろ、うん、パクチー、うん、シアントロですね。香りがこう食欲増進とか、まあ、消化を助けたりするような、あ、なるほど、はいはい、シラントロは買った時には砂がついていることが多いので、よく水洗いをしてください。こちらハバネロですね。ハバネロ、辛い、辛い、うん、いずれもハバネロですね。そうです、色違いの、色違いってハバネロたちですね。まああんまりちょっと、ね、このぐらいにしておきますね。すごい辛いですよね。食欲も増進しますし、燃焼効果みたいなのもありますか。そうですね、そのハバネロを細かく輪切りにします。そしてエビを1センチ幅に切ります。フライパンにオリーブオイル、ニンニクのみじん切りをオリーブオイルにつけたもの、そしてハバネロを刻んだものを入れます。もういっちゃいますか。いっちゃいます、はい、これはそんなに入れないです。そんなに、そうですね、そんなに入れない方がもうキャーってなりますからね。はい、はい、これで火かけます。はい、はじめ強火でニンニクを炒め中火にします。そしてパセリを加え、一旦火を消してからアサリの茹で汁を加えます。火を一回止めてからっていうのは、こう油の中にやっぱり水が入るとはじく、はい、あ、なるほど、だから危ないかなと、うん、なるほど。ソースが沸いたところに刻んだエビと塩を入れ、エビに火が通ったところで一口サイズに切ったトマトを入れます。さあ、パスタが茹で上がりました、はい、これザルに、はい、ザルに入れます。はい、はい、でちょっと残すんですね、はい、茹で汁を少し残す、はい、茹で上がったスパゲッティをソースと絡めます。パッパッ、火は止めないでパッパッパと作業していくんですね。そうですね、うん、手際がやっぱり大事ですね。で、このここに、はい、ポイントがこう乳化させるというですね。え、乳化、乳化、ね、乳化ってドレッシングとかをこう振ると一緒になりますよね、はいはいはい、あの状態ですね。オイルとそのプラムジュースが乳化している状態、うん、なるほど。そして火を止めてから赤玉ねぎのスライスを入れ、はい、あえてお皿に盛り付けます。いやー、これも色味がいいですね。最後に玉ねぎが入って、これでエビとフレッシュトマトのメキシコ風スパゲッティの完成です。ちょっと待ってくださいね、はい、こちらですね、忘れてました、忘れてます、忘れてました、パクチー、はい、こちらちょっと食べやすくカットしてもらって、はい、これ最後に、はい、うわー、こんなにいくんですか、はい、メキシコ風ですもんね。メキシコ風です、はい、
もう一度参ります。エビとフレッシュトマトのメキシコ風スパゲッティ完成です。いやー綺麗ですね。あ、もう一個ございます。はい、こちらシトラスの皮ですね。シトラスの皮、これが入りまして、もう一度参ります。エビとフレッシュトマトのメキシコ風スパゲッティの完成です。ではいただきたいと思います。すいません、ちょっと待ち遠しい。ほら、うん、うまい。ハバネロのね、辛いだけじゃなくてシラントロのこの香草の風味も後から来るわけですね。そうですね、これ優しい味なんですよ最初。それでその後ハバネロのドンってきたのと、それからシラントロのドンってきたのと、こう2つ来るわけですね。これあの香草がでも嫌いな人っていますよね。香草が嫌いな人、例えば、うん、代用することができるとしたら、はいはい、日本でいう三つ葉ですとか、はいはい、こっちで手に入るものでフレッシュのバジル、そうですね、アルグラ、まあ、日本でいうルッコラとかロケットナとか言いますけど、うんうん、合いますね。でもこのシラントロもね、かなりたくさん入れたなシェフと思ったんですけどね、これ食べてみると結構マッチするマッチしますね、はい、うん、いやこれもね、あのご自宅で皆さん作った方がねいいかと思いますんで、それではおさらいです。沸かしたお湯に塩を入れます。スパゲッティを茹で、その間にソースを作ります。ハバネロを細かく輪切りにし、エビを1センチ幅に切ります。フライパンにオリーブオイルをひき、オリーブオイルにつけたニンニクのみじん切りを入れ火にかけます。ニンニクが炒まり始めたら中火にし、切ったハバネロとパセリを入れます。火を止め、アサリの茹で汁を加え、沸騰したところに刻んだエビやトマトを入れます。茹で上がったスパゲッティをソースと絡めます。火を止め、スライスした赤玉ねぎを入れお皿に盛ります。食べやすい大きさにちぎったシラントロとみじん切りにしたレモンの皮を振りかけて完成です。それでは今日のお料理講座です。カリフォルニアのミクシーさんからいただきました。ありがとうございます。料理用のオイルを買いに行くと種類が多いのに驚きます。しかしごま油とオリーブオイルを使い分けるぐらいで、毎回同じオイルを買ってしまいます。そこでオイルの一味違った使い方を教えてくださいということですが、同じオリーブオイルでもピュアオリーブオイルとエクストラバージンオイル使い分けます。エクストラバージンオイルはまあサラダに入るものですね、はい、あとピュアオリーブオイルはさっき使ったあのパスタ、要は火を入れるソースに使うのがそのピュアオリーブオイル。例えばバーベキューの時にあのハーブを、ローズマリーとかタイムとかセージをはけ代わりにこう束にして、はいはいはい、でピュアオリーブオイルを魚につけたりお肉につけたりして塩をつけてバーベキューにするとか、そうするとオイルに香草のフレーバーがついて、それをバーベキューにすると美味しい感じになる。なるほど、そういう使い方もできるそうですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。